それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは今のお相手のあなたに対するお気持ちについて見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカード1枚使ってお相手のお気持ち出していきます。そしてお相手から最後にあなたに伝えたいメッセージももらっていきます。はい、まずこちらですね。何かやっぱり伝えたいことがある、メッセージを伝えたいっていうのが入ってきています。アニマルキンのカードですね。動物たちから動物たちを通じてあなたに伝えたいことがある、お相手が今あなたに何かを伝えたいっていうのがね入ってきていますね。ではもう一枚オラクル使って何を伝えたいのかもらっていこうと思います。はい、こちらですね。もう前に進んでいきたい、アニマルの中でも特にライオン、強い意志や勇気、大胆な行動、ここですね。あと輝き、これらをあなたに伝えたい、自分が進んでいきたいとか動いていきたいっていうことを強く伝えたいんじゃないかなっていうのが伝わってきます。ではここからタロットを使って展開していきましょう。あなたの現状、お相手の現状、二人の今の関係性、そしてお互いの本心、そして今障害になっているものや周囲の状況、そしてお相手の方がどんな風に動いてくるのか、そして最後にアドバイスもらっていこうと思います。はい、それでは見ていきましょう。はい、今お相手が伝えたいこと、熱い思いっていうのはあなたへの愛情です。告白を考えていらっしゃる、プロポーズなのではないでしょうか。はい、なのでお相手のことを信じてくださいっていうように入ってきています。そうですね、そのあなたの方も落ち着いてお相手と今交際というか交流を持たれているのではないかなと思いますし、お相手太陽、そして本音のところにワールドが出てるんですね。だからあなたと一つになってこれから人生歩んでいきたいとか、自分の思いを伝えたい、そして2人の関係性としてもカップの6番なので、純粋な気持ちのやり取りができているのではないかなっていうふうに見ます。でお相手が今状況、現状、お相手がどんなことを考えているのかって言ったら、明るい未来を見ていたり、自分がこれから伝えたいことを成功させたい、つまりはっきりとあなたに伝えてあなたに決めてほしいとか、2人のつながりを感じ合いたいっていうことを考えてくださっていますね。実際に行動に起こすと思います。かなり明るいカードで、はっきりしたメッセージ性の強いものっていうのが入ってきているので、これから2人でまた統合に向けて一つになることに対してね、向かって進んでいきたいっていうのが入っています。そしてここが、今2人の障害になっているところにソードの5番が入っています。ここの障害以外のカードは全て良いので、このままお相手を信じてくださいっていうのはもうすでに入っています。あとはこの障害ですね、ここ対立を表すカードなので、可能性としてあるのはお相手との過去のやり取りとか、それは連絡頻度だったり距離の問題もあるかもしれないし、喧嘩っていうこともあるかもしれない、言い争い、対立とか、お相手とあなただけではなくて周りの人かもしれません。周りの状況的に今苦しいなとか、
対立という言葉でピンとくる方もいるかもしれません。ここを乗り越えていけばっていうことでお相手は考えていると思います。この障害を乗り越えてあなたに思いを伝えたいとか、あなたともし喧嘩しちゃったとかっていう場合だとしたら、だとしたらですよ、可能性は低いんですけど、だとしたら何か誤解を取り除きたいとか、謝って仲直りしたいとか、お相手の方の気持ちがすごく強く現れています。それぐらいあなたが自分にとって大切なんだよってことを伝えたいっていうのがね入っていますね。そしてあなたの本音のところでも、お相手とこれからここジャッジメントが入ってるので、決めるんですよね。そうですね、また再びご縁が巡り合ってくるとか、チャンスが再び訪れる。少し前に例えば同棲とか結婚とかっていう話が持ち上がったんだけど、それが一回延期になってしまって、今度こそはっていうようなね、また再度チャレンジして成功をつかみ取るというようなあなたの本音やお相手との関係性も見えてきていますし、告白っていうことかもしれないですよね。告白を再度受け取るとか、お相手からの愛を再び受け取る、またはあなた自身がジャッジっていうことで、お相手が伝えてきてくれたことに対してあなたの返事をお相手が待っている、あなたはどういうふうに答えてくれるんだろうかっていうことで、あなた自身も決めて動いていくこと、動いていきたいことがあるんじゃないかなと思っています。ジャッジメントは復縁、復活、再チャレンジ以外にも決定をするとか、良いお知らせを受け取るとか、そういう意味もあります。なのであなたもお相手からのお知らせを待っていたりとか、または自分で決めていきたいっていうような固い意志を感じます。2人ともしっかりしたエネルギーを感じるので、浅い関係性とかではなくて、もともとご縁のあったお二人、深いつながり、長い交際、昔からの知り合いっていうね、ご縁のつながりの深さを感じます。この障害を乗り越えるために少しここですね、お相手の動き、お相手が思うように動けない可能性はあります。伝えたいことたくさんある、これだけ強い思いを伝えたい、だけれどもなかなか現状を変えていけないとか、障害を乗り越えるまでに少し時間がかかる、すぐに何とかしようと思ってもなかなか結果が結びついてこない、その忍耐を乗り越えた先にあなたと結ばれる運命が待っているっていうような、ね、流れになっています。はい、なのでどんなことがあってもお相手を信じてくださいね。2人のつながりやご縁を感じてくださいっていうのがアドバイスカードで入っています。はい、障害はあれど2人のご縁は強いのではないか、それぐらいお相手が強い意志を持ってあなたに今伝えようとしてきてくれてるんじゃないかなと思いました。2人の関係性すごくいいと思います。お相手が進んでいってあなたがそれをサポートする、そんな相性だと思いますし、お相手があなたを照らしてくれる、そんなね、光のような存在っていうのが入ってきます。ではアドバイスカードでまたオラクルカードをもらっていきましょう。今気になるのがお相手の動きやこの障害っていうところに対してですね、どうやったら乗り越えていけるかなっていう、ここの対立に対する障害、ここですね、ここに対しての解決策のヒントになるようなことで1枚もらう。そしてでもお相手はね、なかなかこう動けない、でも忍耐強く取り組んでいくよってことは伝えてきてくださってますし、自分がこれから動いて掴み取っていく、成功させるんだっていう気持ちがすごく強いので、時間がかかっても動いてくると思います。ではあなたが今できることあるかなっていうことで、こちらもカードを1枚もらっていきましょう。オラクルカード2枚を使ってアドバイスとしてお受け取りください。では早速もらっていきましょう。はい、そうですね、内面を見つめてください。あなたとお相手のつながりを信じてください。2人には深いご縁があると思います。ここまでね、この太陽ワールド、ジャッジメント、そしてカップの2番、カップの6番揃っているとご縁があるのではないかなと思います。
付き合いがそこまで長くないよっていう方でも深いつながりを感じ合えるような存在だったり共鳴し合えるんじゃないかなと思ってますし、これもメッセンジャーのカードが入ってるのでかなりねこの伝言伝えるメッセージっていうのが強くねこちらも出てきているので、お相手が伝えたいことがある、あなたもそれを受け取ってあなたも伝えたいことあるんじゃないかなと思うんですね。お互いがそう思っているし、そしてあなたが伝えたいことを伝えていきましょう。そしてお相手のサポートをしていく、支援をしていく、あなたの魂のエネルギーを呼び起こしてお相手と統合へ向けて、あなたがお相手を支援できること、支えていけることを支えていきましょう、ね、そしてお相手はたくましくて行動力のある方、そこにそっと寄り添ってあなたがそっと手を貸してあげていくといいのではないかなと思いますし、これはあなた自身の内面を見つめてそこで自分を信じる気持ちだったり、お相手のことを信じる気持ちっていうエネルギーを高めていきましょう。そんなメッセージも伝わってきます。心穏やかに過ごしていきましょう。精神統一、瞑想をすること、集中力を高めることもおすすめです。今、自分自身の内面を見つめて、そして荒波が立っているところをね、落ち着かせていく、そんなイメージを持ってください。はい、そんなメッセージも伝わってきました。今まで諦めそうになってきたことも今こう取り組んでいけるタイミングでもあります。ぜひお互いの気持ち、メッセージ性を信じてください。文字のやり取り、 LINE とかメールのやり取りがあった場合もその文字から感じ取るエネルギーを受け取って信じてくださいねっていうことも伝わってきます。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。心の声を目覚めさせましょうというメッセージです。あなたの心の声に耳を傾けて、本音はどう思ってるでしょうか、何をしたいのでしょうか、お相手に伝えたいことまたは聞きたいことあるのではないでしょうか、それを表現していきましょう。そんなメッセージですね。本当は心の中にメッセージが込められているはずです。あなたの魂の中にもあるはずです。それを目覚めさせてください。2人が結びついていくのはもう間もなくとなるでしょう。はい、思いが通じ合っていくと思います。お相手からの動きもあると思いますので、ぜひ受け取ってください。少し時間はかかるかもしれないよってことは言われていますが、ここ一番大事なところがしっかりしていますので、根っこの部分ですね、しっかりしてるので信じ合う気持ちを持ち続けてください。応援しています。今回はお相手の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカードを使ってお相手が今あなたに何を伝えたいのか、お相手の今のお気持ちなど、お相手のコンディションについてカードをめくっていきます。はい、1枚もらっていきます。はい、そしてこちらからも出していきます。オラクルオブザセブンエナジーです。バランスのカードですね。デュアリティ、お相手が今そうですね、もう少し深く見ていきましょう。この2枚から感じるのは世界を感じる、そしてバランスですよね。あなたに共感したいとか通じ合いたい、あなたを見ていますよとか守りたい、そんなお相手のお気持ち、伝えたいこととして入ってきています。そうですね、お二人のバランスを保っているのかもしれないし、バランスを保つために俯瞰的に今物事を捉えているかもしれません。そう、あとは仲良くなりたいとかね、そういうことも伝わってきます。いつも見ているよとか、いつもそばにいるよとか、そういうことも感じるんですね。あとはタロットカードで深掘りしていきましょう。今回はこちらのタロットカードを使用します。こちらから今お互いの現状、本心、
関係性、相性、そして今障害になっていることや周囲の状況、そしてお相手今後動いてくる可能性ありますかっていうことと、あと全体的なアドバイスをもらっていきます。こちら飛んだカードね、最後にもらっていきますね。まずは最初に出していきます。では見ていきましょう。ここから、お互いの今の関係性状況を見ていきます。そうですね、今お互いが光り合っているとか、仲が深まっている、ときめいているっていう状態が出てきています。お相手あなたのことが気になる、好きだ、惚れている、ドキドキするっていうのが入ってきます。あなたの方もお相手と仲良くなりたい、同じようにときめいているっていうカードがお互い出てきているから、お互い惹かれ合っている状態です。ただ関係性として見た時に月のカードが入っているので、少しね曖昧なんですよね。今まだ始まったばかりだよっていう方もいるでしょうし、だとしたらまだ浅い関係性でお互い気になってるなっていう感じだから、まあ確かにね、これから先どうなっていくのかわからないとか、まだこう確定しているお約束できているものがないから、これからだよねっていうふうに読むこともできるし、ただしそうですね、そのお相手の本心っていうところを見ていくと、ですのカードが入ってるんですね。これは再生、終わりと始まりを表すカードです。お相手の中でも一つ区切りをつけるっていう意味が入ってるんですね。何かを終わらせて、そして今お相手が感じているこのときめきっていうところに向かっていきたいんじゃないかなと思うんです。ここがポイントだと思うんですね。なので中にはそのお相手が、例えばちょっと複雑になってしまうんですが、もうすでにパートナーがいらっしゃって、だけど今そのパートナーとの関係を解消して、あなたとの未来を紡いでいきたいと思っているっていう方もいらっしゃると思う。そのお相手の状況もいろいろあるとは思うんですが、総合的に言えるのは、今その自分の中の整理整頓をして、あなたに向かってこのときめく気持ちをあなたに注いでいきたい、向けていきたいっていうのがお相手の本心です。で、そのあなたに思いを告げるとか、あなたとの関係性を発展させるためには自分の身辺整理をする必要があるなとか、気持ちを整えていく必要があるなっていうのをお相手は感じています。あなたの本心っていうところもソードの6番が出てるので、お相手とこれからより仲を深めていくためにも、あなた自身にも自分の身の回りの整理整頓というか、もうすでに置いていくべきものを置いていって、2人の新しい未来のために進んでいかなきゃなっていうふうにあなたも感じているんです。で、そしてこう曖昧な関係とか、まだはっきりしないしていない関係性だとしたら、ここはっきりさせていきたいから、自分たちの、周りの整理っていうところをしていこうかなっていうことをお互い考えていると思います。それぐらいお互い惹かれ合ってるっていうのがね、出てきているんですよね。ロマンチックな関係性ですね。これから仲が進展していくと思います。そしてここが障害になっているところにカップの8が出ています。つまりは気持ちの切り替えやリセットが必要ですよってことですね。全体的にここ転換期、切り替えっていうのが入ってきているので、どのように切り替えていったらいいんだろうっていうのはもうすでに明確に見えていると思うから、あとはもうそこをクリアにしていけば、2人のその不安を解消させて、これから先の未来ってところに目を向けていくことができるんじゃないかなって思っています。なので、そのあなたがもし困ってることがあるんだったら、お相手は率先的にあなたを助けたいって思ってると思うし、あえてね、引いた場所から見て2人のバランスを今保っているのかもしれないっていうのはあります。はい、そうですね。ただね、感じていてほしいのは、2人の愛がここにしっかりあるよってこと。あなたがお相手がね、思わせぶりな態度取ってるんじゃないかっていうふうに一瞬でも思った場合は、疑う必要はありません。これだけは信じてくださいっていうのが出てますね。
じゃあお相手の方から動いてきてくれるんですかって言ったら動いてきます。ワンドのキングが出ていますね。お相手は積極的に動いてくるでしょう。アタック、アプローチをしてくるとか、自分の中で何かこう物事の整理っていうのが入ってくるので、ここも落ち着かせていかないとあなたとの関係性を進めていけないっていうのがあるから、ここですね、気持ちのリセットっていうところですね。一区切り。それはね、その仕事っていう可能性もあるし、お相手の生活状況っていうのもね、ガラッと変えていく必要があるっていうのも言われてるんです。たくさん可能性があるので、あげたらきりないんですけど、仕事が一段落ついたらとか、忙しいのが落ち着いて自分の中でね、恋愛的に余裕が持てるようになったら、ときめく気持ちは確かにあなたに感じているけど、じゃあいざ交際ってなった時にあなたにどれぐらい時間割けるだろうかっていうところで、本当に生活を一度見直す必要があるのかもしれない、このお相手が。はい、そしてそれはあなたにも同じようなことが言えてると思います。あなたも次なるステージへ向けて準備して動いていく必要があるって自分の中でも思ってるので、お互いね、同じこと思ってるんですよ。なので、もしかしたらね、共通認識であるのかもしれないですね。お相手はちゃんと動いてきてくれるし、あなたを引っ張ってくれる。今不安、曖昧、見えない、そんな関係性がもしあるとするんだったら、そこから抜け出すきっかけをお相手は作っていきます。アプローチをしてくるんだったら、お相手の方からっていうのが入ってますね。とてもね、いい2人の関係性っていうのが見えてて、今後のお相手の動きもいいので、何かこう障害があってとか原因があるとするんだったら、それ乗り越えるぐらいのお相手の情熱があるのでね。そしてじゃあアドバイスカード見ていくと、ソードのエースです。決断っていうのが入っていますね。またそこで始まっていく、始まりへ向けて決めるんだっていうことで、このエースのカード2枚入ってるんです。お相手が自分の気持ちに従って動いていくんじゃないかなって、あなたにときめく気持ちを持ちながら、じゃあどうすればいいのかなっていうのを考えて環境を変えていくのではないかと思っています。だからお相手を信じていってくださいっていうのがね、入ってるかなと思います。そしてジャンピングで飛んできたカードを見ていきましょう。エンペラーのカードです。これは2パターンあります。一つは今の現状曖昧でとか、気持ちが揺れていてとか、お相手となんとなくこう両片思いのような感じがするんだけど、まだはっきりと交際に向かっていないんですって。だけどどうすれば交際に向けて、何が障害でどうすればいいのかっていうのがお互い分かっていて、もうすでに動いているよっていう方は、これから安定へ向けて物事が進んでいくので、自信を持って取り組んでいってください、次のステージへ進んでいってくださいっていうメッセージでもあるし、もう一つのパターンとしては、お相手にすでにパートナーがいるとか、逆にあなたにすでにパートナーがいる、そんな関係性の方々は、その方との解消、関係性を解消するっていうのが入ってきているから、この方がキーパーソンになってくるかもしれないですね。どちらかのパートナーの存在、その関係を解消して2人の関係性を進めていくっていうような流れになっていくと思います。でもこの複雑な関係性の方は一部の方になると思うので、安定向けて2人でこれから進んでいく力を蓄えて、お互いを信じ合って進めていきましょう、安心してくださいっていう、そんなメッセージで受け取っていただけたらなと思います。どんな困難があっても安定をまずベースに考えていきましょうっていうのがありますね。何かを決めるにしても、物事が動き出すにしても、安全確認をしてからこの人は動いていくと思うので、あなたもね、それを意識していかれるといいんじゃないかと思いました。それでは最後にお相手からのメッセージとしてお伝えしていきましょう。お相手が今あなたに伝えたいこととして1枚、そしてあなたに対してあなた自身が今どういうことに意識を向けていけばいいのかな、そんなことでメッセージを1枚もらっていこうと思います。はい、女神のカードですね。お相手が伝えたいことって、やっぱりこう魂のつながりだったりとか、あなたっていう存在がすごく魅力的だっていうことを伝えたいんじゃないかなと思うんですね。ハイヤーセルフ、魂のつながりってことも伝えてきてくれてると思うんです。例
とえ今お互いどんな状況にあったとしても、あなたとのご縁や気持ち、生まれてきた湧き上がってくる感情っていうのは抑えられないから、これから環境を整える、変えたりとかしてあなたのところへ向かっていきたいってことを伝えたいんじゃないかなと思います。じゃああなたは今どういうことに意識を向けていけばいいのかなって言ったら、スモーク&ミラー、そうですね、あなたの心のモヤモヤを晴らしていきましょう。お相手のことを信じたい、だけど信じられないとか、未来どうなっていくんだろうとか、そんな不安でいっぱいになっているところもある、なかなか見えない真っ暗闇の中にいるような気がするとかね、お相手と一緒にいる時間はすごく楽しくて愛し合っているんだけど、離れてしまうと急に不安になってしまうとか、そんなあなたのお気持ち、関係性、ちょっとね揺らぎやすい関係性っていうのもあるので、そのモヤモヤを晴らしていく作業をしていきましょう。どうすればいいのかっていうのはもうここに出ています。気持ちの浄化リセットっていうのが入ってるので、あなたにとってもう不要になったものは手放してもう行きましょう。次のステージはもうすぐそこにあるんです。あとはそこに向かっていくため、荷物を軽くして動きやすくしましょう。フットワークを軽くするためにも心の整理だったりとか浄化っていうのを行って、曇りを取って綺麗にピカピカにしてください。それが今あなたがやるといいよって言われていることです。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらは再び構築する時がやってきています。健やかな関係性、そして自分を愛する気持ち、自己愛を高めてください。再度見直してくださいというカードです。今自分を愛しているでしょうか。今自分自身を信じて愛することも大切にしてください。そして健やかな関係性っていうのがメッセージとして入ってくるので、ここを目指して2人で新しいステージへ向かってください。不健康ではなくね、健康体であること、心も体も健康、健やかなることであること、関係性ももやもやしたものではなくてクリアな関係性にしていくことっていうのがね、今カードからのメッセージで伝わってくるかなと思います。お相手は曖昧な関係とかもやもやとかあるのであれば、そこを晴らして動いてくると思うので、ここね共通してるんですよね。すべて現状、気持ち、本心とかも見ていっても、自分たちで何かクリアにしていかなきゃいけないものがあるなっていうふうに共通で認識されてると思うし、お互いを思い合ってる気持ち、思い合ってる気持ち、これも伝わってると思うんです。なのでね、このあたりが共通で入ってきていて、じゃあ何をすればいいのかってところまで全部こう一緒なんですよね、認識が。なのであなたが感じてることはお相手も感じてるし、お相手が動くのかって言ったらちゃんと動いてきてくれるので、はい、あとはあなたが今できることをやってみて、そしてお相手がね伝えたいことっていうのもちゃんとここにあります。魂の真実、本当の気持ちを伝えたいとか、本当の関係性も魂のつながりなんだってことを伝えたいよってことを言ってきてるし、あなたは美しい人だってことも伝えたいってことを言ってるので、これを受け取ってください。今回は今お相手が感じるあなたへの気持ちについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカードを使って今お相手のコンディションっていうところを見ていこうと思います。していきます。そうですね、深く休憩するっていうカードですね。そうですね、こう癒されたいのかもしれないし、今こうゆっくりしたいとか、もう少しね深く見ていきましょう。オラクルオブザセブンエナジーからも追加でカードをもらってお相手の状態を見ていきます。穏やかに過ごしているようにも見えるし、休憩っていうカードが出てるので、
お休みが必要ですよっていうことを伝えたいお相手がね、そんな状態なのかもしれない。忙しくて今疲れてるのかもしれないし、もう少しね見ていきましょう。あ、でも高い視点っていうねカードも入ってるから、今その高く飛び立つために一つ充電期間というかエネルギーを貯めているような状態なのかもしれないですね。今お相手の中で、視野が狭くなっているのかもしれない。いろんな状況状態があって、そうですね、それで一旦一呼吸ワンクッション置くことによって高く飛び立つことができる。高く飛び立つことによって自分の心が解放されて物事を高い視点を変えて見ることができる。そのことによってこの人の見方が変わるよ、感じ方が変わってくるよ、より開放的になるよっていうことが言われています。なので今そのお相手の中でその休むことと飛び立つことと両方出てるので、転換期と言いますか、何かが変わる変化の時なのかもしれませんね。今深く眠っている、眠りたいのか眠りが必要なのか、そんな状態ですね。なのでもう少しね、2人の今関係性、お互いの現状、本心、何かこう原因や障害になっているもの、そしてお相手今後どうやってどのような動きを見せてくれるのかなっていうところなどもらっていきます。はい、こちらでもらっていきます。そうですね、まずあなたが絶対的な信頼をお相手に置いていることっていうのが入ってきています。お相手を信じているし、頼りにしているし、愛しているっていうのが入っています。あなたの気持ちの中では希望は持ち続けている。決して何があったとしてもお相手と結ばれたいんだ、深く愛し合っていきたい、そんな気持ち、エネルギーっていうのが伝わってきます。そしてそうですね、お相手の方がやっぱりこう今の状況を見ていると相談の点が入っているので、まず、まあ、気持ち的に今休息が必要なのかなっていうのは出てきていますね。本心見ていくと、あの勝利のカードを表すワンドの6番が出ているので、自分の気持ちに打ち勝つためにっていうことで、今その英気を養うっていう言葉が一番合ってるかなと思います。自分の本当の願いを叶えるために、今の現状をまず一回休んで体力回復させないといけないよねとか、次の世界へ立ち上がっていくためにまず一つ区切りをつけないといけないなっていうふうにご自身が感じていることがあると思う。それはそうですね、お相手がそう、可能性としては復縁、ジャッジメントが入ってるので、復縁とか再チャレンジとか、今まであなたとのことでうまく進まなかったことを、停滞してしまったことや、お相手が原因でうまく進まなかった物事に対してこの人はもう一度取り組んでいきたい、そのためにこの過程を踏んでいくんですよね。休んで、そして飛び立って、そしてまたあなたのところへ帰ってくるとか、もう一度チャレンジするとか、なので少し時間をくれないかって言ってるお相手もいるかもしれないんですよね。またはこのお相手の忙しいのか疲れてるのか、まあ、その体力的な問題なのか、周りの状況なのか、何かしらの原因であなたとの約束が延期になっちゃったとか、物事がはかどらなかったっていうことに対しても、この人は自分に責任があるってことが分かってます。自分に非があるっていうのが分かってるから、だからそれを解消させるためにエネルギーチャージして、今度こそ掴み取るぞっていう気持ちでやってくるんです。ここはお相手がどんな動きを出してくれますかっていうところでジャッジメントなんです。一回失敗しちゃったことでもう再度取り組んでいきますよっていうカードですね。またはジャッジメントは復活、復縁、再チャレンジの他にも知らせを出すとか、知らせを受け取るっていう、決定するっていうこともあるんです。良いお知らせ、そんな意味もあるので、あなたにとって良いお知らせをこのお相手が出してくれる、良い答えを出してくれるんじゃないかっていうふうに読むこともできる。今の現状辛いと思います。お相手がソードの点が入ってるので、
なんかここをね一山乗り越えれば飛び立つことができるんだと思います。そしてその今うまくいっていない原因とか障害のところにソードの2番が入ってるので、お互いの感情を抑えること、またはどちらがお相手かなの感情を抑えることによって今の2人のバランスが取れているような、そんなことが入ってくるかな。または周りのことを気にしていて自分の心に従って今動けていない、お互いがそういう状態なんじゃないかって自分たちの心のままに動くと何かしら弊害が出てくるから、あえてね気持ちを押し殺して今お互い思い続けているような状態なんじゃないかなと思うんですね。でお相手はあなたのことに対して迷惑だとか嫌だとかそういうことは思っていないんですよ。可能性としてあるのはソードの点とジャッジメントがあるから、2人の間でもしなんかこういざこざがあったとするんだったらそれを挽回したいなっていうことは出てきています。何もないよっていう方だとしたら、このお相手今辛い状況にいるから、そこを時間ちょうだいって言ってる可能性もあるかな。あなたが好きだっていう、愛してるよっていうことに対して今すぐは返事出せないっていうふうに出しているお相手もいるかも。時間が経てば自分の状況が落ち着けば自分の本心としてはあなたのところに向かっていきたいというところがあるから、それに対して実際に行動するっていうのも出てるので、少し時間がかかるかもしれないけどっていうふうに、ちょっと待ってねっていうふうに言ってるお相手もいるかもしれないですね。アドバイスカードはエンペラーのカードです。お相手信じてくださいっていうことが言われてるかなと思うんですね。で2人の関係性もワンドのキングで、少しここ補足で1枚タロットを出していきます。ただね、その可能性一番高いのはお相手が今その例えば恋愛に対してモチベーションが高まっていない、まだこう準備ができていないというか、恋愛関係に運ぶとするのであれば責任持って果たしていきたいし、だから自分にとって最善な状態であること、健康面もそうだし心身のバランスがしっかり整った上で恋愛関係に持っていきたいっていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。女教皇のカードですね。なので今はまだこのお互いのつながりを大切に持ち続けていく時かもしれないですね。見えない気持ち関係性かもしれないし、まあ抑えてるってところもあるかもしれないけど、しばらくはそんな関係が続くかもしれないけど、まずはお相手のここですね、現状回復とか、また再度向かってくるためのエネルギーを貯める期間を経てからっていう風に入ってくるかなと思います。これから安定に向かっていくので、今そうですね、待たされてるよっていうあなただとしたら、そうしばらくは待つかもしれないけど、でもこれからしっかりちゃんと最後はね動いてくるから、ここの動きを待ってみてもいいんじゃないかと思いますね。信じる気持ち、あなたの心に従ってください、あなたの希望を信じ続けてくださいっていうね、そしたらやがてお相手の方からの動きっていうのが出てくると思います。今はまだはね、そのお相手の方に若干問題があるのかなと思いますね、このあたりを見ていると。ではお相手があなたに対して伝えたいこと、メッセージ、そしてあなたが今できることもオラクルカードでもらっていこうと思います。これが片思いの方であれば、お相手と交際に至るまで、もしくは復縁とかするまで、またはあなたが告白2回目ですよっていう方もいるかもしれないので、そこに対してお相手がしっかりした返事がもらえるまでもう少しかかるよってことは出てます。はい、お相手が伝えたいことです。そうですね、お相手が今あなたに伝えたいこと、
まだ気持ちを隠しているよ、隠しているというか秘めているよっていうふうにお伝えしたらいいかもしれません。気持ちはまだ秘められている、本音をまだ伝えきれていないっていうお相手もいるかもしれないですね。本当は伝えたいことがあるんだけど、でもね、この休息っていうところ、ここが大きく入ってくるから、飛び立つまでに時間かかる、それまで飛び立つ、つまり思いを告げるとか、本当の思いをあなたに伝えるとか、行動に起こすまで、まだもう少しね、秘められたままなので、一見表面上では見えないとか、本当はどう思ってるんだろうとか、いつになったら動くんだろうっていうふうに思うかもしれない、あなたの方で。だけど、この人ちゃんと考えているし、秘めた思いっていうのがしっかりとあるので、そこはそのこれから明るみになってくるから、そこを信じてください。信じる気持ちあなたも持ってますからね。お相手のことをずっと信じてるよっていう風に言ってるから、だとしたら不安になってしまった時でも、そのお相手を支えていけるために、まず自分の気持ちを落ち着かせていくことっていうのもやっていくといいだろうし、まずはここ休ませてねっていう風に言われてる。そしてあと、あなたが今何をしたらいいのかなって言ったら、力強く動きましょう、もう動く時がやってきましたっていう風に言われています。お相手はね、逆にお休みのカードが入っているんですけど、逆に今度はあなたが動いていきましょうっていうカードですね。もうあなたは迷いとか休憩時間が終わって、お休みの期間が終わって、新しく変化を迎えて動き出せるようになりました。さあ動きましょう、力強く羽ばたきましょう。だからタイムラグがあるかもしれないけど、お互い羽ばたくという意味では一緒なんですよね。翼を広げて力強く羽ばたいていく。どこへって言ったら、ゴールとしてはここですね。お互いの安定した関係性だったり、責任を持ってあなたと付き合いたいっていうお相手の気持ち、目標、ゴールっていうところ、もう一度チャレンジしたいんだっていうところ、ここがゴールですね。ここに向かって羽ばたいていくし、あなたもここ最終的な目標ですね、お相手と交際したいとか結婚したいとか、2人がこれから人生一緒に歩んでいくために、あなたも今力強く羽ばたいていく時がやってきます。先にあなたの方が羽ばたいくんですよっていうことですね。そして少し間を置いて、お相手がそれを追いかける形でやってくるんですけど、決められないとか動けないとかじゃなくて、この人ちゃんと挽回してきますから、なのでね、このお相手を信じていってください。では、あなたが力強く動く、なんかアクションに起こすってことですね。で、それはね、お相手を支えてあげることとかでもいいと思うし、自分自身でできることがあればやってみることでもいいと思います。あなたが動くってこと。そしてお選びいただいたオラクルカードからもアドバイスとしてメッセージをもらっていきましょう。カルマと出会うという意味のあるカードです。より良い次元へあなたが今羽ばたいていく時がやってきました。カルマというのは何かというと、良い行いをするとより良いものが返ってきますよという意味ですね。そうですね、因果応報にも似てるかもしれません。あなたがした行いがそのままあなたの元へ返ってくるよっていうことで、そんな意味でね、カルマをお受け取りいただいてもいいと思います。魂のテーマとしてお受け取りいただいてもいいと思うし、今でもね、このアクションのカードが出てるので、あなたが今動いたことは後々巡り巡ってあなたの元へ帰ってくるよっていうことです。なので、誰かを攻撃するような行動をした場合は、それが巡り巡ってあなたが攻撃されるようなことが起きるだろうし、あなたが誰かのために何かを尽くすことは、やがて巡り巡ってあなたが今度は逆に尽くされることになると思う。あなたが愛を送れば愛を送られる。このように自分がした行いが回って自分のところへ戻ってくる、そんなメッセージとしてお受け取りいただけるといいのではないかと思いました。こちらもぜひお受け取りください。今回はお相手の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。
今好きな人のあなたに対するお気持ち、今後お相手からの動きはあるのかどうかということについて見ていきました。いかがだったでしょうか。そして今回は、こちらのムーンダストタロット、こちらからプチ三択占いをいただいていこうと思います。はい、とても綺麗なカードですね。でここからもらっていきましょう。3選択肢それぞれ結果変わってきたと思います。中にはすごく嬉しい結果になったよっていう方もいらっしゃったと思います。いかがだったでしょうか。ぜひ今のお相手のお気持ち、受け取れるところ、今後のメッセージ、そして何かアドバイスなど今後活かせそうなものがありましたら、一部分だけでもお受け取りいただけたらなと思います。そしてタロットカードからメッセージをもらっていくので、テーマ決めていきましょう。好きな人とより仲を深めていくために今どういうことをすればいいですかっていうことでもらっていきます。こちら、直感で構いません。左真ん中右とお好きなもの1枚お選びください。選択肢と全く関係なく今この場で3枚ありますから1枚お選びください。では今回は真ん中の方からめくっていきます。はい、こちらはつだれ人のカードですね。今そのお相手と仲を深めるためにということで、これ忍耐を表すカードですね。なのでそうですね、こう身動きが取れない現状にいるよっていう方もいるかもしれないし、自分で進みたい、進んでアタックしてるんだけどなかなかうんともすんとも動かないよっていう方もいるかもしれないので、今回は時間がかかるかもしれない、だけど時間をかけてじっくりと理解し合っていくことだったり、お相手を思いやっていくこととか、ここはね時間がかかるけど視点を変えて明るく前向きに捉えて頑張ってねっていうようなメッセージが入ってると思います。では続いて左をお選びいただいた方です。ソードの7番です。工夫しましょう、中にはねそのライバルがいるよとか、その今好きなお相手を他にもねいいなと思ってる人いるんじゃないかとか、他の存在が気になる、周りの外野がね気になるっていう方もいるかもしれないし、なんとかね自分だけはお相手と仲良く、自分だけがね仲良くなりたいとか独占欲に駆られる方もいらっしゃるかもしれない。それはそれで今はいいよっていう風に出てるかもしれないね。うん、工夫してそのお相手にアプローチしていけばいいし、押したり引いたり駆け引きして楽しんでもいいし、今はそういう期間として捉えてねっていう風に言われています。そうですね、うん、どうやったらこの人ともっと仲を深めていけるかなとか、もう下手したらライバルを出し抜いて自分だけ仲良くなろうとか、そういう思いでいらっしゃる方もいると思うし、それはそれでいいよっていう風に言われてるんですね。そのあたりもね工夫していきましょうって。ただライバルのことに対してあまりこうライバルがうんたらかんたらってライバル視する必要はなくて、あなたはあなたのままでいいからねって、うん、そう誰にも負けたくないとか自分だけ一番に見てほしいとか、それは誰でも思うことだから、それは思っててもいい。じゃああとは周りのことを気にせずにお相手とどうやったら仲良くなれるんだろうかって、中にはこう友達を介して仲を深めようとか連絡先交換しようっていうふうに思ってもいいんだよって、いろいろ工夫してみてっていうようなカードですね。はい、では次右をお選びいただいた方です。ワンドのクイーンです。自分磨きですね。お相手と仲を深めていくためにあなたの魅力を存分にアピールしましょうって、もう明るくもうフランクに私こうなんですっていう風に言っても大丈夫だよ、話しかけてもいいよっていう風に言われてますね。いやどうしても自分に自信がなくてっていう方は、じゃあ自分磨きをして少しでも自分に自信持って明るくお相手の前で振る舞っていけるように自信持ってっていう風に言われてますね。そう、なんかこう何かを達成すると自分に自信持つ時ってあるじゃないですか。資格を取るとか目標を一つクリアするとか、例えばねダイエットして3ヶ月かけて3キロダイエットに成功して、こう見た目的に自信ついたとか、見た目に自信ついたら
心の自信にもつながるとかね、そういう話もよく聞きますよね。自分磨きをして自分に自信をつけることでもいいし、今持ってる自分の最大限の魅力をアピールしていくことっていうのもいいと思うんですよ。はい、自分の魅力を生かしてお相手にアプローチしていってください。そんなそれぞれのメッセージが入っていました。今ね、そのお相手と仲を深める方法として取り入れてみてください。では今回のリーディングは以上となります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。